おぎゃー。はあ、目が汚れるところだった。こら待てい。貴様、なぜ私から逃げる？ん？誰もが便所ハエから逃げようとするだろう。いいか、アギオ。なんだ東西線。貴様、そんなローカルネタ誰がわかるか。わかってるじゃないか。誰だあれは。誰だとは誰のことだ？誰なんだよ。お前は西船橋だ。大丈夫か？アホか！お前の事務所にいるプリチーナ、あの美少女は一体誰かと聞いておる。今日は寒い日だな、西船橋。ああ。息を吹きかけるな。貴様、まさか恥ずかしい服でも着せて羨ましいことをしていないだろうな。それはお前の願望だろう。私に紹介してくれないのかね。もしかしてすでに何事かをしてしまったとは言わせんぞ。この私を差し置くとな。いいか西船橋。おっ、苦しい首。ネクタイが歪んでるぜ。直してやるよ西船橋。苦しい。いいか、あの子はそんなんじゃないんだよ西船橋。あんたならわかるはずだ。首が苦しい。西船橋、ネクタイがまだ曲がってるぜ。わかった。だから話して。貴様、恐喝の現行犯だ。俺はお前のネクタイを直してやっただけだぜ。いつか尻尾を掴んでやるからな。どうしようもないやつだな。奉様。何をしている今度は。お昼ご飯の用意など。昼ご飯？そういえばどこからともなく香ばしい匂いだ。いかがでしょうか。ちょうどお料理が出来上がったところです。昼飯をミントが作ったっていうのか。はい、お口に合うかどうか心配ですけど。そうだな。じゃあいただこうか。ミントがどんな食事を作るのかも興味ある。食卓がございませんので、こちらの机で。お口に合うと良いのですが。こんな材料どこにあったんだ。いろいろと調達してみました。うまい。まったりとしながらしつこくなく、口の中でじんわりと広がっていく調和というハーモニーを奏でているようだ。これ本当にミントが作ったのか。はい、お口に合いませんでしょうか。なかなか、いや、かなりうまい。どうした。人間はこれを感動と形容するのかもしれません。飯の味を褒めただけだぞ。なぜか心が温かく満たされます。変なやつ。なるべく外食はなさらず、お食事時は帰ってきてください。なんか世話女房ができた気分だな。世話女房ですか。ああ、世話女房で検索中です。わかりました。夫の面倒をよく見る妻のことですね。まあそうだな。でも私は阿行様の妻ではありませんから、正しい養法ではございませんね。やっぱり変なやつ。お腹いっぱいになりましたか。ごちそうさん。ミントにこんな才能があるとは驚きだ。私も驚いています。他にどんなことができるんだろうか。繊細な竹編みのカゴを購入していただいてありがとうございます。何の。ちょうどお買い物カゴによろしいような気もします。これでいろいろな材料を買ってくることができますね。ま、ほどほどにな。素敵なカゴにはお洗濯物がたくさん入ります。おかげでたくさんお洗濯ができるようになりました。何の。もう少ししたらお洗濯を始めますので、洗濯物がございましたらお早めに。お仕事今度は何だ。お洗濯など。洗濯。俺のハードボイルドな事務所が泣けてくるな。たくさん洗濯物がございましたので、やりがいがございます。おいおい、そんなことを。何でしょう。いや、適当に頼む。はい、お洗濯物を干す過程は感動という形容を当てはめたく存じます。パンツなどございましたら遠慮なくおっしゃってください。パンツくらいは自分で洗う。間もなくお夕食のお買い物に出かけます。おい、すぐに戻ってまいります。そうでないと何もありません。言い返せなかったぞ。まさか洗濯までしてくれるとは思わなかったが。お呼びになりましたか。もうすぐお洗濯の後片付けの準備をしなくてはなりませんので。これはじいさん、あんたか。米村でございます。じいさんではございません。こだわるな。ここがかの有名な幸せ探偵事務所でございますか。立派なオフィスでございますな。そういえば以前もここで会ったことがあったな。そうでございましたか。お嬢様はその後いかがでございましょう。折りたたんで冷蔵庫にしまってある。誰にも見つからないから安心しろ。阿行様、それではあまりに。ジョークだ。無病息災さ。それは幸いで。驚いたよ。あんな技術があるなんて。どこから見ても人間だ。主人の自信作でございますゆえ。確かにミントの存在は喉から手が出るほど欲しがる連中にこと書かないだろうよ。さようですな。その一つがアウトフィットでございます。ミントの頭には連中を壊滅させるほどの情報がインプットされてるとあんたは言った。私も主人からそう聞かされているだけでして。なぜミツルにはそれを活用させに来ない。主人にしかわかりません。そのような怖い目で睨まないでください。私は気が弱いので。まあいい。ミントは当分俺が預かる。異論はあるまい。もちろんでございます。できましたらお嬢様のプロテクト解除の方法を模索していただきたく。ああ、いろいろなことをやらせてはいるが。さようで。じいさん、俺を利用しようなどと思わない方がいい。ろくな目に遭わないのはあんたなんだぜ。存じております。どうも食えないじいさんだぜ。ミントじゃないか。何やってるんだ。阿行様、奇遇です。お買い物をしています。買い物？はい、お食事を作ろうにも冷蔵庫の中には妙な。それ以上言わなくてもいい。で、何それ。お肉系とお野菜系を一通り購入させていただきました。いずれも日持ちするものです。ま、買い物は構わないがな。俺たちの置かれてる立場をよく理解してくれ。はい、道草をせずにお買い物をしたらすぐに戻ります。まさか本当に買い物してるとはな。俺たちの置かれてる立場ってなんだっけ。おや、阿行様、これはまた奇遇で。じいさんが一人で出歩くところじゃないな。主人が身を隠すのはひょっとしたら人気のない場所かと考えまして。裏の情報に詳しいな。阿行様の元奥方に教えていただきまして。お嬢様は元気でいらっしゃいますか。ミントと海、何か関係あるのかな。さて、存じません。あいつの頭脳には人間のも一部使われているらしいな。申し訳ございません。何分学生時代は仏文専攻。みつるぎの行方は。それが皆目見当もつかず。進展なしってことかい。そうでもございません。ファクシミリにて生存報告を聞き及びました。発信元は明記されておりません。妙な話だ。通知設定をしていないだけでは。そういうことじゃない。奴は姿を隠しているが、それはアウトフィットから身を隠すためだ。さようでございます。だがアウトフィットを潰す情報元のミントはそのままにしている。組織に見つかることを恐れているのでしょう。ミントの頭の中に隠蔽されている情報が口で言うほどのものであるなら、そのリスクを背負ってでも出てくるべきだろう。考え方次第ではございませんか。いや、単純な損益感情だ。このままアウトフィットの影に怯え続けるか、勇気を出して俺のところへ来るか、どっちが得か。主人にしかわかりませんな。可能性はそう多くないんだよ。ミツルギはどれかに当てはまる。してその可能性とは。可能性は3つしかない。ミツルギがアウトフィットの影に本気で怯えている場合だから、怖くて表に出られない。これ以外に何か。すでにミツルギが死んでいる場合。なるほど。私のところへ送られてくる生存報告は何者かの誤情報だと。最後の可能性として、ミツルギ自身ミントの居場所を知らない場合。論ずるまでもなく最初の可能性ですな。ミツルギ様が姿を現した途端、殺されてしまいます。どうかな。連絡一つよこさないのもおかしな話だ。そうでございますかな。まあ、メイヤ計画とやらを推進していたミツルギはミントを連れてアウトフィットの手から逃れた。ミントを隠し、自らも行方をくらまし、どこかでじっと時期を待っているはずにもかかわらず、現状を考えてみると、何らかの理由で、つまり自分のみの安全以外の要因で外に出られないのではないかと、まあそう考えたわけだ。確かに理屈ではありますな。やはりこのじいさん、何かを知ってるぜ。ミツルギは姿を現さない理由、俺にミントを預けた理由、すべてこのじいさんの頭にあるわけだ。どうする？ここで締め上げるのも一つの手だぜ。一つ阿行様に申し上げなくてはなりません。アウトフィットが本格的に動き始めたようです。本格的に？はい。ミツルギ様の捜索に大量に人員を投入している模様で、阿行様も十分お気をつけいただきたく存じます。なるほど、気をつけよう。しかしそれにしても。それにしてもかわされたか。俺があんたを締め上げる寸前だった。分かりかねます。言葉通りさ。じいさん、あんたは怪しいやつだが、今のところ敵ではないらしい。だから締め上げるのは勘弁してやる。ご配慮感謝いたします。ミントを持ってるやつが一番ヤバそうだというのはよく理解できた。気のせいでございましょう。どの口でそんなことを言う？ちなみに真由美を語るやつには1億円を提示されたよ。ミントに1億。なるほど。で、阿行様はいかがなさるおつもりで。その殺気を消しなよ、じいさん。俺はこう見えても臆病でね。何のことやらわかりかねます。リタイアせずに申し訳ないが、あの連中は叩き潰そうと常々思っていたんでね。阿行様は元よりリタイアするお方ではないでしょう。で、俺がリタイアを希望したらどうするつもりだったの？恐れ多い。米村、俺を利用しようと思うなよ。あんたのために言ってる。さようで。ナイフを突きつけるやつがすっ転んで自分の胸を刺す場面を俺は何度も目撃してきた。あんたもそうなるぜ。心得ておきます。阿行様、何か進展がございましたら連絡いたします。何が目的なのか、釈然としないじいさんだが、憎めないところもある。どうしたんだ、ミント。風が吹きました。お風ですか？風違いだな。で、戸締まりが悪いのかと思い、ドアをしっかりと閉めました。ご苦労。ドアの下に積もるほこりをお掃除していますと、これが落ちていました。メモか。口紅に電話番号か。洒落たことをするな。0090-0233-5211と書いてある。その他にも何か書いてある。午後6時から午後11時の間のみ有効。なんだこりゃ。まさかテレクラじゃあるまいが、なんだろうか。とりあえず今後必要になるかもしれないからな。電話帳へメモしておこう。テレクラとは何でしょうか？テレクラってのは電話で楽しく、いや、お前は知らなくてもいいことだ。わかりました。一体何なんだこの電話番号は。